ユーホームマット店ゼビオ館とアミング館フェアモール。マットは石川県白山市公明町にあるショッピングセンターである。ユニー株式会社と末藤商業開発共同組合の共同運営で大型 GMS のアピタマット店を中核にした店舗構成になっている。かつてはユニー直営のホームセンターユーホームマット店も中核としていた。 1991年4月に建設を発表し、当初は翌年7月の開店を目指していたが、商業面積の削減の調整等で大きく遅れた。ユニーが平成初期の北陸地区で手掛けたものでは大規模なショッピングセンターの先駆けとなった。1995年9月に全面開業している。本胸の向かい側には同時オープンしたゼビオ、アミングの別棟があり、 さらに、白山市道を挟んだ北側の別島には、先行開業したサイゼリアやマクドナルドなどがあり、それらを含めた全体で、フェアモールマットを構成している。1999年6月24日に、立体駐車場付きの別島を増築し、店舗の北側に配置されていた U ホームを移転し増床している。跡地は、解体を経て、胸続きの増床胸として建設され、 主にアピタ専門店街が入居している。2015年5月10日に、別棟の1階にあった U ホーム末当店を閉店している。敷地内を移転しているが、旧店はユニーの U ホーム1号店であった。跡地には、ケーズ電気フェアモール末当店が2015年7月9日に開店。国道8号沿いに位置しており、土曜、日曜、祝日は渋滞が たびたび発生するほど現在では来客者の多いショッピングセンターである。そのため、同ショッピングセンターから西に約1キロメートル離れた白山市役所が所在する白山市、倉光地区にユニーが運営するスーパーマーケット、ラスパー白山が2015年4月24日に開店し、同地区周辺のドミナント戦略を成し遂げている。その他にも別が3棟あり、 いずれも飲食店が入居しているアピタマ当店に関するカテゴリーありがとうございます。